後ろ足のストラップを一番前につけてみました。今日はですね、ウィングホイール用の後ろ足のストラップを買いました。ちょっとね、硬いウィンド用のやつなんですけども、まあとりあえずね、つけてみたいと思います。どこにつけましょうかね。よし。とりあえず一番前につけてみました。今から、ウィングの方ですね、ホイールの方ですね、セットしていきたいと思います。風がね、今ないんですけどね、まあのんびりとやっていきましょう。はい、これがね、クイックリリースシステムなんで、このネジ1本で固定できます。いきますかね。はい、これでマストが止まりましたね。次はね、フューサレージ、フューサレージがこれですね。はい、まあ、ウィング用の70センチのやつですね。でこれにつけて、よし。でこれがですね、電動のやつですね。電動といってもこれ乾電池式のやつ、たくさん回さないといけない時にはやっぱりこういう電動があるといいですね。ちょっとね、パワーも回転数もあんまないんですけども、はい、後でね、本締めはします。次はフロントウィングですね。フロントウィングはこれ999ですね。これつけていきます。これもセットをして、これもね、電動でね、ちょっとやっちゃいます。まあ後でね、本締めはするんでね。はい、とりあえず入れたらですね、本締めをしていきましょう。はい、本締めはね、手動でやります。はい、こんな感じでね、おはようございます、締めていきます。おはようございます。はい、締めましたと。じゃあ次はね、最後かな、スタビライザーつけていきましょう。スタビライザーは、はい、483なんですが、という形で、ホイールの方はセット完了しました。じゃあこれは浜に持ってきましょう。次はね、ウィングセットしたいと思います。今日はね、40をとりあえず貼っとこうかな。こっちは4。いやーでも6、8丁ありますか。風が今全然ないんでね、ちょっと6張っちゃいましょう。はい、ということで、今日はね風が分かんないんで、とりあえず6と4両方張っときたいと思います。この風なんでね。でね、まあウィングはね2枚張りしても全然楽なんで、片付けも楽なんでね、とりあえず貼っときたいと思います。でこれが、はい、秘密兵器です。エアポンプですね。これをぶっ刺してほっとくだけ。はい、そうこうしてる間にね風が徐々に入ってきましたね。まあまだわかんないので一旦はね、はい、40も同じ要領で入れていきたいと思います。40もこれで入れていきましょう。はい、その間に手動でねエアーを入れていきたいと思います。ああ入ってきたかな。はい、60の方はねこれで完了です。よいしょ。ちょっとね風が入ってきたっぽいですね。とりあえず飛ばされないようにセットして60は OK です。結構入ってきたな。はい、ね、やるんですよね。ここで、やっぱり今セッティングが当たんね。ということでね、60と402枚一応貼っときました。風がね結構入ってきた感じなんでね、40で十分かなという感じなんで、はい、楽しんでいきたいと思います。いうことでね、2024年もね、ウィングフォイル、ウィンドサーフィン、ウィングフォイル、全部楽しんでいきたいと思いますので、まるチャンネルこれからも応援よろしくお願いします。ということで2024年もまるチャンネルよろしくねー。